アテネに臨む親子3人です。室伏浩二選手29歳、ヘッドコーチの父重信さん、そして妹の由香さんとともにハンマー投げで4年に一度の大舞台に挑みます。父親に憧れて始めたハンマー投げ。失敗を繰り返しながら一歩一歩記録を伸ばしてきました。今現役世界最高記録保持者です。技術を磨くためのさまざまな工夫、本番では一投一投を確実に決めたいと考えています。特別大きな記録っていうことをあまり意識せずにですね、まずは自分の動きができるようにコントロールされた動き、何が何だか分かんないけど飛んでしまったっていうものを狙うんではなくて、やはりしっかりとこうコントロールされた自分の意識の中でコントロールできる中で試合を進めていけたらなと思ってます。ハンマー投げで日本人初の金メダルに挑む室伏浩二。一投にかける日々を追いました。6月、室伏選手はアメリカ・オレゴン州ユージンで強化合宿を行っていました。やっぱこういう環境で練習すると違いますか？はい、僕はもうこの環境好きですね。のんびりしてて、街もいいところですね。毎朝自分で車を運転して練習場へと向かいます。室伏選手はしばしば海外で合宿を行い、さまざまな選手やコーチと練習を共にします。ハンマー投げに関するいろいろな考えを知り、より遠くに投げるためのヒントをつかむためです。今回の合宿は日本選手権から1週間後に始まりました。大会では父重信さんと並ぶ10連覇を達成したばかりです。オリンピックを間近に控え、多くの選手が本番に向けて調整をしている中で、室伏選手は大きな挑戦をしていました。これまでのフォームの見直しに取り組んでいたのです。一投一投試行錯誤を繰り返す室伏選手、この時期としては異例のことです。試合が近くてもやはり自分のするべきことを行っていくということが大事で、たとえその調子が良くても悪くても、それはやはりコンスタントにやるべきことでやるということが、結果納得がいくと思うんですよね。今ハンマー投げで世界のトップレベルに立つ室伏選手、練習時間は1日10時間に及ぶこともあります。室伏選手が初めてハンマー投げを志したのは6歳の頃に遡ります。1、2、3、おー、うまい。ああ、上手だな。よし、坊ちゃん、足がね、足はもう少し。坊や、大きくなったら何になるの？ハンマー投げる選手。お父さんみたいになりたいのかな？はい。父親は息子にさまざまな競技を経験させました。当時それほど大きくなかった室伏選手の体格ではハンマー投げの選手として体制することは難しいと考えたからです。どんな競技でも飛び抜けた成績を残した室伏少年、15歳の時自ら
ハンマー投げの道に進むことを選び、父親に告げました。はい、もう一回、いいか、できるだけ脇を開けて、足で。父の重信さんは、練習の過程をこまめにビデオカメラで撮り続けました。ハンマー投げには強靭な筋力と高度な技術が要求されます。室伏選手は当初なかなかうまく投げることができませんでした。ハンマーの鉄球は重さ 7.26 キロ、ボーリングの最も重い球に相当します。そこから1メートル10センチほどのワイヤが伸びています。ワイヤを通して重い鉄球をコントロールするのは極めて難しいことなのです。回転も単純ではありません。サークルは直径2メートル13センチ、このサークルを出ることなく、しかも効果的に使ってパワーに結びつける技術が求められます。足は複雑なステップを踏んでいきます。片足での回転と両足での回転を交互に繰り返しながら前に進みます。さらに投げ出したハンマーはおよそ35度の扇形のエリアの中に着地させなければなりません。ハンマー投げはこうしたさまざまな要素をわずか2秒余りの間に行う競技なのです。室伏少年はハンマー投げの面白さに取りつかれ、日に日に上達していきました。よし、かなりいいぞ。これは決まったぞ。正しい動きをするときっていうのは、体にこれだとこう頭じゃなくて体で分かるんです。多分そのなんか自分の体の遺伝子かなんかに多分あるのかもしれませんけど、もともと持ってるようなものを刺激するようなね、そういったものが感覚としてこれじゃないかなって思うものがある。それが発見なんです。まず自分のそういった時すごい嬉しいじゃないですか。そういったものを発見する。ハンマー投げを始めたのは高校1年の夏です。翌年からは高校総体2連覇、3年生で達成した高校記録は今も破られていません。父の指導のもと早くも非凡な才能を見せます。室伏選手の投擲、その傍らには常に父重信さんの姿がありました。ハンマー投げ予選第2組、アジアの鉄人と呼ばれた重信さん。オリンピック出場3回、日本選手権10連覇、そしてアジア大会5連覇、41歳で引退するまで第一人者として活躍しました。伸びていきます。さあどうか。1メートル81センチ90キロとハンマー投げの選手としては小柄ですが、一流の技術で世界に知られた選手でした。父から息子へ、日本記録は実に33年にわたって室伏親子が持ち続けてきました。二段ロケットって表現がいいかどうか分かりませんが、やはり私がガーンとこういろんなものを創意工夫しながら、技術もいろいろトレーニング方法もで、そういうもので確かに本人がそこからスタートしていって、でそれをある面ではベースにしながら物事をいろんなことを考えながら、いろんな他の選手のアドバイスもいろんなものを吸収しながら、
って、いいもの悪いものももちろんそういうものを理解してきて、現在はですねいて非常に高いレベルに来てるわけですよね。私もそうだったように、記録を出した時、ああいいなと思っても数日経てば、よし次のことをと、次それ以上のことをやるにはどうかということを絶えず、まあそういうところが私と似てるんじゃないかなと思うんだけど。ハンマー投げは体重が重い選手ほど有利だと言われてきました。投げるとき全身にかかる負荷は重さ400キロにも相当するからです。ハンマーの飛距離はハンマーが手から離れるときの初速度で決まります。体格に恵まれた選手は体重とパワーを生かしてハンマーに加速を与えます。一方、体格に劣る室伏親子は回転のスピードを上げることで体重が重い選手に負けない初速度を生み出そうと取り組んできました。父親の技術を一つ一つ受け継いで記録を伸ばしていった室伏選手。ハンマー投げを始めて8年、親子は大きな節目の記録に到達します。平成10年群馬で行われた競技会、その2投目、伸びてます、日本記録か、76メートル65、父の記録を超えました。通過点ですからね、世界に対しては。ですから私の記録というのは本人も意識してたと思うんだけど、やはりその上をね、やはり狙って世界選手権で、あるいはオリンピックでね、そこに向かってると思いますよ。父親の作ってきた技術を受け継いだ形になって、で一緒になって記録を作ってきたんですが、まだこれから花が咲くような技術なので、これから威力を発揮していくんじゃないかなと。父38歳の記録を23歳で塗り替えた息子、次の目標は世界です。日本記録から2年後、室伏選手はシドニー大会で初めてのオリンピック出場を果たしました。この年、室伏選手の記録は初めて80メートルの大台を超えました。80メートルという数字は、短距離100メートル走で言えば9秒台に相当すると言われます。この種目で日本人初のメダル獲得も期待されていました。決勝の日は夕方から雨。予選を3位で通過した室伏選手は、この雨を嫌がります。大事な足場となるサークルは極めて滑りやすいコンディション。室伏選手は必死に水をかき出そうとしていました。決勝は6回の投擲で争います。ただし、初めの3投で上位8人に入らなければ、それ以降のメダル争いには進めません。室伏選手1投目、80メートルラインに近づきますが、惜しくもタイミングがずれてファウル。続く2投目、室伏選手は観客に静かにするよう求めます。平静さを失っていました。
2投目、予選の記録に2メートル近くも及びません。結局室伏選手は3回しか投げられませんでした。技術が未熟だと父、心が乱れたと息子、最初のオリンピックは9位に終わりました。